ラブ北海道は北海道テレビで土曜日11時10分11時40分に放送されている北海道関連の情報番組。2014年5月25日までは恋する北海道であった。日中国交正常化40周年記念事業として2012年7月に北海道テレビが上海メディアグループと友好協力協定を締結し、双方の番組を放送する。 番組交流を始めたのが本番組制作のきっかけ。番組のオープニングとエンディングではこの番組は HTB がアジア向けに制作している北海道情報発信番組ですと表記されていた。当初は SMG 内の上海外語チャンネルで同年10月から開始する予定だったが同年9月の尖閣諸島国有化の影響も重なり、 上海における放送を一旦延期。その後、北海道テレビが2013年2月24日から放送を開始したのに続き、同年3月からシンガポールのケーブルチャンネル JFCTV で放送を開始した。2013年5月12日から番組スタイルがリニューアルされ、同年6月30日より SMG 内の 上海外国語チャンネルで上海での放送を開始。同年8月9日から台湾のゴールドさん TV2014 年2月15日からはベトナムホーチミン式テ,テレビジョンでも放送開始され、現在は道内を含む5カ国で放送されている。2013年9月から10月まではキャセイパシフィック航空とマレーシア航空の機内上映サービスでも本番組が流されていた。 その後2014年6月1日から番組名をラブ北海道に改題。内容やスタッフも一新した。2020年4月より放送時間がこれまでの9時50分 -10,10 10から1時間20分遅くなり11時10分 -11,40 となった。番組の流れはオープニング CM 本編ヒッチハイクで途中のコマーシャルは一切挟まない。 1> 第1期のオープニングで映し出された中村野町のラベンダー畑北海道アジア交流促進事業実行委員会主催で行われこの番組の特別企画として放送されるアジアと北海道の交流を促進するクイズ番組アジア各国でのオーディションを経て選ばれた二人一組の一般人が北海道各地にてクイズやゲームを通して北海道愛ナンバーワンを競う 2014年、北海道ドリームゲームショーとして、開始。2015年は、北海道ドリームクイズに開題。AB、上海外国語チャンネルと、番組交流イコール HTV、日中国交正常化40周年記念事業で、放送業界速報ニュース。連合通信社。2014年3月22日閲覧。AB、小異常。 北海道が上海で放送開始へ。ニュースリ,リース。北海道テレビ放送。2014年3月22日閲覧。ABC、小異常。北海道が台湾で放送開始。ニュースリ,リース。北海道テレビ放送。2014年3月22日閲覧。ラブ、北海道がベトナムで放送開始。ニュースリ,リース。 北海道テレビ放送。2014年3月22日閲覧。HTB 恋する北海道に東アカデミー代表のりつよしが出演中です。JAL カ中国語アカデミー。2014年3月22日閲覧。ISIS WordPress.com。2014年3月22日閲覧。オレイナ・アリオナ。ジャイブプロモーション。 2016年4月18日閲覧。ディスコグラフィー。ノイスメイカー。オフィシャルウェブサイト。2014年6月3日閲覧。ありがとうございます。